はい。ということで、こんにちは。皆さん、お久しぶりです。ということで、えー、久しぶりの ICT 何でも相談室でございます。今日はですね、チャット g p t 4を使っていきたいと思います。で、まあ、有料課金ですので、えー、まあ、基本的には今、ちょっとチャット g p t 3 5が非常に おバカになってきてきる気がしますで、まあ、いろんな憶測記事も出てますので、なんかチューニングしてるんじゃないかとか、えー、いろいろありますので、まあ、一過性のね、あの、基本的な能力っていうのは、えー、一過性のこう、能力ダウンっていうのは、まあ、ある程度しょうがないのかな、まあ、無料ですしねっていうところですね。で、まあ、使い始めて、なんか、いまいちだなと思ったら、例えば、 えー、前も紹介したと思いますけど、えー、こちらの、えー、Cloud2 っていう、えー、AI というか、えー、大規模言語モデル。えー、こちらの方を使っていただくか、または、えー、これブラウザごとあの、まあ、ずっとエッジ使ってる人はいいんですけど、えー、ッジを新規で導入して、 でそこであの Bing AI を使うかどっちかかなというふうに思います。まあ、正直、えー、チャット GPT 3.5一強の時代はちょっと終わってるのかなと思いますので、まあ、あの、そもそも、えー、大規模言語モデルって何っていう先生からすると、あれもこれもとなるとちょっときついと思うんですけれども、えー、ただ、まあ、これから正直僕らの仕事も、 こういう大,大規模言語モデルなしでやっていくのはちょっと厳しいかなと思ってるのでまあもうちょっとこう洗練されていくとは思うんですけどね今みたいにこうすごくこうテック丸出しみたいな、えー、いかにも機械みたいなね、えー、そういうインターフェースじゃなくてもうちょっとこう、えー、人間らしいアバターがこうやり取りしてくれるみたいなしかももう 文字を打ち込まなくても、えー、話さえすればいいみたいな。多分そういうふうな時代になってくると思うんですけどね。えー、まあその前哨戦あたりからきちんと使って理解しておくといいんじゃないかなと思います。で、今日は先週、えー、お話というか、メールマガの記事としては書いたんですけど、えー、これやってるとこ見、実際見てもらおうかなと。 思います。で、前回やったのは、あの、M 先生の、えー、岡山県のね、あの、お世話になってますが、えー、毎年ね、あの、共通テスト。で、M 先生の学校は、夢め使われてて、うちの学校だと、シスタンなんですけど、まあ、正直、あの、どの単語帳がいいかって議論は、まあ、正直、僕はあまり興味ありません。 えー、そこじゃなくて、えー、例えば毎年あの M 先生が新聞で発表になったこう共通テストの長文の問題に、えー、夢団の、えー、どの単語がこうカバーされてるかっていう,こうマーカーしたやつを毎年公開されてるんですけど、まあ、あれを手作業でやんなくてもよくなるよというなる話なんですけど、えー、でただその 労力が省けるよって話じゃなくてあのそこから先何が、えー、具現化していくのかなっていうことをこれはもう僕も答えがありませんので先生方一人,一人一人が僕が今からやることを見てああこれができるんだったらこんなことはできるかなみたいなことを思考の訓練みたいな形で <laughs> やっていただけるといいのかなと思います基本的にそれって僕がいつもやってることで いろんな YouTube の人が喋ってるのを見たりとか聞いたりとかしてるわけですよね。で、まあ正直テレビよりも今は YouTube の方が見る量が多いと思いますけど、で、その中で、あ、これ使えそうなテクニックだなと思って見ることってあんまり僕なくて、それはなんでかというと基本的に自分が使いたいことっていうのは自分でいろいろ、あの、手作業をやりながら、 で、何がやりたいかっていうのはもう明確にイメージがあるんですよ。で、あとはどうやってそれを、このチャット GPT なり何でもいいんですけど、その手元にあるガジェットとかサービスでどう形にするかみたいな、いわゆるそのプログラミング的思考みたいなところが、えー、まあ自分の頭の中で多分回ってるんですね。ってなると、その、 新しくこんなことできたらいいなっていうのがどんだけ発想できるかなんですよ。で、YouTube で紹介されてることってのもうのもできることなので、まあ、多分そのままやるできるんですよ。なんだけど、そこの先ですよね。とか自分がやりたいことを、でもそれはまだ自分が気がついてないことだったりするわけですよね。だとすると、それいろんな情報を自分の中でインプットするっていうよりは、 新しい情報を見て、あじゃあ自分だったらこれどういうふうに活用するかなって別の活用法を考える方がはるかに有益だと思うんですよ。同じことを、あの、やるのは僕はあんまり好きじゃないってのもあるし、まあ、でき、できないよりはできた方がいいんですけど、そうじゃなくて、新しい発想がやっぱり欲しいわけですよ。で、えー、いろんなネタを見ることで、あ、 A ができるんだったら B もできるんじゃないのっていうような考え方を、まあ先生方にもやっていただくといいんじゃないかなと思って、こういう紹介をしていきたいと思います。で、えっ、ー、と、有料版のチャット GPT-4 なんですけど、いろいろ無料版と違うところがあります。例えば、えー、このコードインタープリター、今回使うこの機能が他の AI にはありません。で、これは何をやるかというと、 いろんなファイルを読み込むことができますよってやつです。ただし、チャット GPT 自体は、えー、外のネット回線とリンクしてないんですよね。だから、えー、ネット上検索して、えー、その新しい検索結果をもとに推論してっていうことはできないんですけど、ただ、ファイルを読み込んで、ファイルを使った作業ができるっていうのが、他の えー、大規模言語モデルで、まだできてないところだと思う。まあ多分他も追随すると思うんですけど、えー、で僕もチェックしてないからもしかするともうできるようになってるかもしれないんだけど、とりあえず今日はチャット GPT4 でやってみたいと思います。で、コートインタープリターってやつを今これチェックが入ってます。そうするとここに、えー、っと、アップロードファイルっていうのが出てくるので、で、これタッチすると Excel ファイルが読み込めます。 で今回は Excel ファイルを使っていきたいと思うんですね。でプラグインっていうのも、まあ、今回あの、一応紹介するだけはしますけど、まあ、今日使わないんであれですけど、まあ、いろんなこういう、前、v i ラ r a とか、えー、紹介したと思うんですけど、まあ、ある一定の機能を、えー、することができるプラグ、えーまあ、要はプラグインですね。追加機能みたいな感じです。 えー、で、僕がよく使ってるのはこのプロンプトパーフェクト。これめっちゃ秀逸なんです。ぜひ使ってください。あの、プロンプト命令の出し方っていうのはいろ,いろあのー、コツがあるし、もうネットでいろいろ出てるんで、まあそれ、えー、見てもらったらいいと思うんですけど、まあ、いろ,いろ試しながら自分で書くじゃないですか。で、まあ、ある程度自分が思ったような出力をしてくれるようなスクリプトに、 いろいろ試して書き換えっていった後に、えー、このプロンプトパーフェクトっていうのを使うとその自分が打ったパ、えー、プロンプトをまあ秀逸なものにしてくれるという書き直してくれるというものですまあこれ結構使えるのでよかったら使ってみてください、まあ、今日はこれはあんまり本筋ではありませんのでこれ活用します で、えー、っと、もう命令の方は今コピペしました。で、ファイルもちょっと、えー、っと、コミットフォルダの中に潜ってたんで、まあ、えー、ファイルの指定の部分の動画はカットしてあります。で、えー、まあ、ファイルを指定して読み込みましたと。で、まあ、システムのデータはですね、これはあのー、言っていいのかな。<laughs> 一応学校採用してる学校さんが出版元に 依頼をすすればデータでいただけますこれ知らない学校結構あるんかなどうなんだろうでまあ正直僕思うんですけど、まあ、今こういう AI 系でこうデータファイルを読み込むのは良くないって話もあるんですけどあの一応これ設定があってですねこの読み込んだデータセットをチャット GPT のサーバーに送らないっていう設定もあるんですね。 あとはのプラグインで作業したデータは全部送られないのである意味そういう、えー、つなんか情報漏えいというか、えー、著作権にしっかりとこう配慮した使い方をすればいいんじゃないかなと思うんですけどであとはもう向こうも商売なのでうんとこういうデータファイルを用意してくれる単語帳を選ぶっていうのも一つ かなと思います。まあ、正直、単語帳の是非っていうのもあるんですけど、まあ、今日はそこについては議論するつもりはありません。ただ、個人的スタンスを言うと別に単語帳推進派ではないんで、私は。うん、まあ、仕方なしに使ってるっていう部分があるので、まあ、あのその辺についてはちょっと今回議論は差し控えたいと思います。で、まあ、えー、とデータをまあファイルで読み込みました。で、命令が え、uh, analyze t following essay under the,、uh, the XLSX file first. でまず、あの、この XL ファイルを、えー、解析してくださいねと。で、で、in the essay, そのエッセイの中に、you try, の中で you try to find the word in the Excel file, then try to search the column. あの、これ、列がですね、あの、縦列が、えー、D 列が確か、 うん、単語だったかな。で、A 列が番号だったよな。なので、えー、ファイルの中検索して、で、エッセイの中に、その Excel ファイルの中にデータがないかをまずチェックして、もしデータ、えー、とその単語があれば、その、えー、番号も拾ってきてね、と。で、えー、とその、えー、出力するときに、この、えー エッセイの中に、えー、こういう形式で入れてね、というふうにしたんですけど、こう、ナンバーいくつってのは、こう、ナンバーってはない方がいいので、これ削りましょうと。で、えー、ターゲット、で、ざっくりとした命令なんですけど、意外とやってくれました。っていうので、ちょっとやってみたいと思います。では、五ーをしたいと思います。五はい。 今動いてますね。はい。で、今、えー、ファイルの中を見てます。で、はい。単語をアナライズしてくれてます。はい。で、こっちの糸が単語と単語番号を拾ってこいっていうのが、 一応分かってもらえたと思うんで。で、解析をしてるわけですね、今ね。これ、今、えっ、ー、と、エッセイを読み込んでます。で、これ、エクセルっていうか、あの、コピーモードって、いわゆるその、プログラミングをこう、走らせるモードなので、えー、まあ、ここの様子見てても面白いんですけどね。はい。 で使ってる言語何だろうなこれ Python かなあ、Python ですね。Python 使って、あ要は Python を実装しなくても、えー、このコードインタープリター内で、えっ、ー、と、走らせてくれるので非常にありがたいし。で、最終的にこう、これ良くないですかっていうね、あの、単語の、まあ、ページ番号を、かあ単語番号かな今回はね、えー、返してくれると。 いうところで、まあ、あとは、この単語番号で、うんと、何番から何番までが一緒で、みたいなのがあれば、大体いいこれが、えー、なんだろう。生徒にとっては、少し有用なデータになるのかな、というところですね。はい。というところで、はい。今日扱 <laughs> ったのは、先週の、えー、じゃあ実際どうやってんのっていう部分。 で,したで、まあ、今回これ見ていただいて、今度は逆に先生方が、こういう機能がもしあるとしたら、じゃあ自分だったらどんなことに活用したいか、または、えー、ファイルを読み込む、で、そのファイルの中のデータを使って、別のテキストデータをどういうふうに加工してみたいですか、みたいな、えー、ところを、えー、ぜひ考えていただけるといいのかなと思います。 えー、皆さんのいいアイディアあればまたご紹介ください。ということで、えー、本日は以上です。ありがとうございました。